あ、しげさん、ジェラーでございます。あんまりコメント見られないかもしれませんが、あと事故るかもしれないですけど、温かい目で見てください。はあ、え、映った？映りました？マジ？マジ？おま？あ、ちょ、マジで？ちょ、現物映ってから。あ、でもコメントグッドラック流れてる。ほんまや。あれ？映った？マジで？僕の画面、あーっと映りました。お、どうも皆さん。やばい。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ゼロモドキです。そして解説のノンノンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ロックマン X4 ゼロ 100% LC というね、カテゴリーで走っていきます。使っていくのはまああのレガシーコレクション、あの日本語で言うとアニバーサリーコレクションですね。の、を使います。で、ゼロ 100% なんで、このゼロと X ってどっちか選べるんですけど、このゼロを使って、ライフ、すべてのライフアップと、すべてのタンクを集めてクリアするというカテゴリーになってます。なので、まあ、そんな感じです、説明はね。よし。よし。で、緊張します。緊張します。なので、あの、もしね、死んで、うわーとか言ってもね、あの、温かい目でね、あの見ていただけると非常にありがたいので、ぜひ応援していただけると幸いでございます、じゃあいきます、5秒の、カウントダウンの後始めます。いきます。5、4、3、2、1、スタート。グッドラック。うっす。あ、通せない。ラック。もうムービーは全部通します。あ、わかんない、全部飛ばすかどうかわかんないですけど全部飛ばすかわかんない最初、あ、ちなみに英語版です。英語版だと日本語版より30秒早いと言われてるので英語版使います。そんな感じだ。へえ。基本的に移動はダッシュジャンプなんですね。そうですね、ダッシュジャンプで移動した方が初速が早いので、普通にダッシュで移動するよりかは早く移動できます。で、こうやって連打してるのが SDC と呼ばれるやつですね。セイバーダッシュキャンセルの略称。セイバーの S とダッシュの D とキャンセルの C で SDC ですね。あの、タスとかがよくやってるメッタギリのやつ、よく見かけるやつ、うん、あれをやってるやつ、やってるやつって。それと SSDC っていうのもあって、 SSDC がダブルセイバーキャンセルっていうやつですね。これはまあ、使うところがあん限られてますけど、基本的には SGC を連発して、そうですね、ボスは倒していきましょうということですね。で、ここら辺もダッシュジャンプで移動していくと潰されなかったり、引っかからずに進めたりとかできますね。で、ここでアイリス、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 アイリス。もうアイリスしか言ってない。めっちゃアイリスしか言ってない。危なかった。緊張してるわ今。ちょっと緊張してる今。アイリスが。で、ボス、こいつは。おい、離れたの。ああ、ミスった。切って離れて、切って離れてを繰り返すと、上に飛ばなかったりってするっていう。そうですね。まあ、飛んでっちゃうみたいな、飛んでっちゃうことがね、あるんですけど、こうやって離れて切ると、実は飛ばないっていうね、飛ばないことがある、うん、乱数です。うん。あらかじめ言っとくんですけど、このゲーム、あの、乱数ゲーなんで、あの、皆さん、常にお祈りしてくださいね。はい。よろしくお願いします。常にお祈りしてください。常に、あの、お祈りエモートでこう、お祈りエモート。ボスごとに応援を。頼むぜ。ここ、あの、ロックオン X4 で一番連打力が必要な場所ですね。あー辛い。緊張感。あー辛い。いや、ここマジでもう両手使っても疲れますもん。もう辛い、もうこう、もうダメだ。もうコントローラー全てのボタンを連打して、最速で階段をスキップしてますからね。危ねえ、今スクラやると思った。危ねえ。危ねえ。最初ドラグーンですね。最初はドラグーンですね。エゴメラとマグマドラグーンですね、うん、普通ですね。マグマドラグーン。マグマドラグーン。
まあこのステージは別にそんなむずくない。まあそんなむずくない、そんなむずくないっつって死んだらちょっとやばい、手が震えてる。撃ってうわ落ち着け落ち着け落ち着け。でドラグーンじゃなくてスティングレンから行くチャートもあるんですけども、そっちの方がちょっと難しいと。うん、難しいっすね。難しいので普通にドラグーンから行った方がまあそんなに本当に変わらない、タイム的には。まあそうですね、変わらないっていうかむしろ遅くなる可能性があってミスると。ああはいはいはい、なので確かに、まあ、だったらっていう感じですよね。そうですね、ミスらない。まあとりあえずあんま変わんないけどドラゴンから行った方がいいんだ。ちょ待って待って待って、あ焦るな焦るな、水返しが、水返しが、水返しの上にあれがあるんでライフアップがあるんで拾わなきゃいけないんですけど、下からネズミ返しを、あ、オッケー。危ねえ。今の普段の配信だったら3回ぐらいには決められるぐらいですね。やばい、これ食らいすぎました。あ、食らいすぎた。ああ、そうですね。ドラグーンであの SDC を体当たりしながら無敵時間利用してあの突っ込むんで、あんまりダメージ食らってるとやられちゃう。ちょ、ごめんなさい、集中します。オッケーですよ。初手必ず突っ込んでくるんで、それを避けて SDG いただきます。で、本体に被弾すると、被弾モーションが短いので、波動系を食らって、これ死にますね。OK です。まあ死んじゃった。まあちょっと、うん。ちょっと今、セーバー出しキャンセルも見せたし、ジャンプ切りが出ちゃったんで。まあ一番リセットポイントっちゃリセットポイントなんで、ここが。緊張で死んでしまった。で波動拳に当たると被弾のモーションが長いので、その分ロスになってしまって、あ、ショルケンか、ん？あ、ショルケンか。あ、そうです。波動拳も長いですよね。やばい、下手だ。緊張で緊張で手が動かない。ごめんなさい。ごめんなさい。緊張で今手抜けちゃいました。力が。まだ無事倒せたんで。オッケーです、オッケーです。あーごめんなさい。あで、竜エンジン、上にブワーってやるやつですね。上にブワーってやるやつ。上にブワーって決めるやつ。さすがだ。さすがだ。体中にかなうレプロイドだと。死んだんだよな。死んだんだよ。どうして緊張は発生するんだろう、わかんない。雑の説明だなって申し訳ない。これ奏者じゃねえんだわ。申し訳ねえ。で次クジャッカですね。クジャッカ、ドラグーンとクジャッカ、マッシュラームっていうチャートの順番は固定ですね。順番固定ですね。で一応クジャッカーの弱点がゼロの場合だと竜エンジン、今マグマドラグーンから手に入れた特殊技が弱点なんで、おーっとこれは最悪なことです。運が悪いと前出ちゃいます。でここも評価をすべて S でクリアしないとその 100% っていうカテゴリーにはならないので、最速を目指してゲートまで行く必要がありますね。でここら辺もこの黄色いレモンに当たるとめんどくさいんで、ブーッ。何がブフォッブフォッブフォってゲップが出てしまった。よし、でサブタンクとライフアップ取れたんで、一応 100% の収集としてはここのステージは問題ないですね。で後半戦、ここはスイッチを押すと上下の
上下が変わる？そうですね、反転するですね。反転するギミックなんで、まあ必要な箇所は押すけども、それ以外で押さないところがあるんで、それをかわしつつというか。オッケー、よいしょ。まあこいつはまあ弱いんで、カーネルよりは強いかな。弱体のリュウエンジンなんで、本当に出てきた時にリュウエンジンで当てるだけでもこんな感じではめられるんで。あ、やべ、もうなんか止まった。ちょっとカス当てをすると効率よくちょっとダメージを与えることができるけど、まあ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 、なんとかなりましたね。あ、俺もなんかレッドブル買っとけばよかった。ゲップが出ちゃいますからね。それは僕じゃない、僕じゃない。僕はやらないと思う。で、楽砲波を手に入れましたね。あの、クジャクの武器で。よし、マシュラウン。マシュラウン。楽砲波を使うと無敵時間が発生するんで、かわすときとか使うし、あと、フクロウに対して弱点武器なんで、多段ヒットさせたりとかして。まあ、復路戦に言いますけど。で、マッシュラン、ステージが、位置取りが難しくて、ちょっとにするとダメージを食らってしまう。今回はうまくいきましたね。で、ここも、あ、OK ですね。大丈夫ですね。で、ここは上に進むステージなので、竜エンジンとか、場合によっては使っていくと、上から下に降りてくる敵に対して効率よく進むことができます。おい、ミスた。ああ、まあここのはしごがちょっとあれなんですよね。そうっすね、狭いんですよね。ちょっと狭くてたまに見失っちゃうんですよね。で、中ボスですね、こいつは。中ボス、竜エンジンを4回当てます。初期位置に出現させて2回。で、ちょっと待ってから下に降りて3回。あ、これ1つ足りないですね。もう1回やります。ごめんなさい。見せました。3回目もうちょっと当たってれば、4回目のビシ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 で倒せるっていう。まあでもあえてリカバリーもできるので今回は問題なかった。死ななかったんで。あー、これここも位置取りが難しくて結構進みにくいんですよね。そうですね、ここ多分一番この RTA で難しい場所っすね。で、ここ上にライフアップがあるんで落ちないようにまあ進みますよと。ちょっと休憩タイムですね。ああ、手が震えてる。ここはもう本当に強制スクロールなんで。瓦礫に潰されなければ。OK。OK。調子乗ってると潰されるんで、ちょっと集中します。で、ここを超えるとマッシュラームですね、ボス戦ですね。弱点武器はスパイダスの武器ですけど今持ってませんが、なくても全然戦えます。
ジャンプミリをカス当てさせてヒットストップを少なくして分身を避けつつ、まあ、2体に分身するんで本体を見失わないようにジャンプミリとか頭突きしてきた場合は SDC S、うん、ああ食べなかった食べなかったとか叩き込めるタイミングがあるんで、ちょっと今の遅かったっすね。本当は1回目の下の着地で終わらせないといけないぐらいなんですけど、ちょっと遅かったです。あ、そう、英語版だと喋んないっす、こいつら。で、逆にそれがタイム短縮につながってんですね。日本語版だと喋っちゃうので、タイムが、ね、加算されちゃうんですけど、英語版だとあれ喋らないので、タイムが短いという感じですね。ヒーラー学科しや、君が悪者ね。あっ、ちゃんと間違えた。あっ、フクロウ。フクロウだった。フクロウ、大丈夫です、大丈夫です。こっち行ってもまあ、行けなくはないんで。なんかカーネル現れねえなと思ってたら、そういうことが。間違えた、ちゃんとミスした。本来ならスティングレイでした、本来なら。まあでも、まあまあまあ、ダッシュジャンプができるかできないかの差なので、スティングで倒す倒さないっていうのは。このステージはいらないんで、うん。ライブアーマーに乗るし、後半も別にダッシュジャンプが必要な場面がないので。もうこの、ライドアーマー、宇宙一使いづらい選手権1位。チャージしながらダッシュが、アダッシュで移動ができないっていう。ここ集中します。 OK です。ここはちょっとこの先針の床があるので、それを無敵時間使っていくんですが、 OK OK ですね。ここはちょっと怖いです。で、一応中ボス右側の赤いコアをタダンヒットを使って、多い感じですね。 OK、 黄色までいった。 OK、 ここ OK ですね。面白い。負傷ひどいひどい。で、ここまで来るともうボス戦ですね。フクロール。フクロウはセイバーの三段切りの三段目が無敵時間発生させずにダメージを与えられるので、それを狙ってさらに弱点のラフ砲波を複数。あ、ミスった、ミスりました。こういう時はラフ砲波です。うん、こういう時もラフ砲波で食らうと落語が溜まるんで。うんうんうん、ああそうですね、そうです。あ、こっちだ、終わりです。 OK ですね。チャーター見せれましたけど、まあまあまあ、よかったよかった。穴張りで知るとかなりダサいんで。うん、こうなると次はカーネルが出てきますけど、戦わない。ゼロじゃ戦わないですよね。カーネル、ミソ。はい、ミソキャン。ミソキャン。ミソキャン。スイングでいきます。で、さっき行くべきだ、行くべきというか、本来はスティングレイだったんですけど、順番入れ替わって、スティングレイで。これ安定チャートに無言でいきます。ここ乗り物ステージなので、前半穴に落ちたりするとかなりやばいっていうのもあるし、足場に引っかかってそのまま画面端に挟まれて死ぬっていうのもあるので、でアイフラップもここ前半は落ちてるので、それも拾わないといけないので、ちょっと集中するべき場所なんですよね、ここは。大丈夫そうですね。ここまで大丈夫ですね。で、ここも引っかかりやすいんで、ちょっと待ってからダッシュで OK ですね。前半 OK です。ちょっとかなり安定取りました、今の。うん。前半の方が逆にこのステージは難しいので、後半はその落ちて死ぬということがないので、ほぼほぼ
ダッシュしてて問題はないんですけども、やっぱりなんか足場に引っかかって挟まれて死ぬっていうのもなきにしもあらず、あとサブタンクを取るところまで行くとちょっと位置取りを見するとダッシュが間に合わなくて潰されるということもあるので簡単ではないですね。 OK、 あ、 OK ですね、 OK ですね、当て取って回復取ります。 OK です、ここで全開できるんで。デスティングレン、弱点はキバトドスの氷の武器なんですけど持ってないので、空炎部キノコの特殊技でこの雑魚敵を一掃しつつスティングレンにも攻撃を当てていくと。で、あのディアーっつって下から、あ、上から下に行くやつはあれはちょっとロスの行動なんで、できればあまり使われてほしくない。そうっすね。で、下に降りてくれればもう SDC の。あ、ミスった、うん、あ、見せました、見せました。ああ。まあ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 。まあ、見せちゃいましたけど、まあまあ倒せるんで。うん。OK ですね。ああ、見せました。ああ。まあ、しょうがないです。しょうがないです。しょうがないです。ボスラッシュで。そうですね。ボスラッシュで見せられればいいです。うん、すみません。ああ。本来というか、まあ、下に落ちてきた、降りてきた時点で SDC でも削り切るというのが、定石という、定石というか、なんていうか。そうっすね。あのフェイバーダッシュキャンセルっていうのは緊張して手震えてると、なかなか連打が効かなくて、ミスりやすいんですよね。前、違うイベントでも挫折してもらったんですけど、その時も全く同じミスり方してて、ちょっと難しいですね。で、あと3体ですが、次がビストレオですね。ビストレオとキバトロスで倒す順番はもうこの2体は固定です。固定、ラーニングする特殊武器の発動させるボタンの配置に、配置というかその関係上順番を固定しないと特殊武器が誤爆しますんで。あ、ミスった。で、ここのステージもその敵の密度が高いんで難しいんですよね。一番好きな、あ、違う、苦手なステージですね、このステージ。ここは通常プレイでもきついですよね。通常プレイでもむずいと思いますね。ここ一番最初に選んだら多分もう無理っすね、あんな体力少ないで。で、さらっと中ボスいましたけど、クエンブレンダで終わりっすね。クエンブレンダで何も言うことはなく、クエンブで終わり、さようならって感じでしたね。で、後半はライドアーマーが道端にあるので、ライドアーマーを使って体力も確保しつつゴリ押ししていく感じで。あ、ミスった。乗りましたね。ここなんか、なんかたまにジャンプ出ないんですよね。確かに。ライドアーマーなんかたまにジャンプ出ないんですよね。出ないですね。なんかよくわかんないですね、なんか。なんかすごいボールがずっと。ちょ。ボールがずっと上なんだよ。邪魔なんだよ、あれ。ちょ、はい、消えてくんないから。ボールはずっとんだよ。ずーっといた。何あれ。ここら辺まで来ると、もう後半も後半ですね。あともう本当に、ボス前。あ、ミスった。で、ちょっと進むと、ボス戦ビストレオですね。ゼロだと特殊武器で弱点のものがない。ないのかな、確かに。やです、ね。RTA ばっかやってるんで覚えてない。弱点武器なんだっけ。X だとスティングレンのあるんだけど、ゼロはないんですね。だから SDC でガリガリと
で、こいつに関してはどの攻撃もその被弾のモーションが長いやつしかないので、ドラグーンみたいに被弾、この行動だと被弾が短いからみたいな感じでゴリ押し、まあゴリ押しになっちゃうけど、ドラグーンとはまた違った感じの戦い方ですね、SDC でも。ちょっと食らっちゃったんで、次のボスラッシュで食らわないように頑張るだけです。ジョドッキーであの世に送ってやるってそれシグマめっちゃシグマの声に聞こえましたね。ジョドッキーであの世に送ってやる。シグマしかできねえわやっぱシグマしかできねえわ。キバトロス、カイアだとウォーレス、ちょっとダサい、ダサいって言うから、ウォーレスそのままなんですよ。体調見るからな、体調見るから、ね、コメント読めると解説できねえで、ここ竜エンジンで氷を壊してライフアップ入手で、もう一個ネズミ返しがあるところにアイテムがあります。このステージはこの床の下も針なので、まあ、RT ではそんな死なないですけど、通常プレイヤーと死ぬ可能性が。そうですね。取ります。で、ここ。この床を。あー、おー。あー、飛びそう。で、中ボス。こいつ、運ゲーですね。運ゲーですね。これ運ゲーですね。かなりの乱数ボスです。どうだ、あー運悪いです。これは運悪いです。閉じるとダメージが与えられないので。あ、ミスった攻撃。あー OK です。 OK ですね。あれパカってずっと空いてる状態だと一瞬で倒せるんですけど、まあ閉じちゃうとタイムロスですね。で、後半戦。後半戦は氷のブロックがあるので、これを破壊しつつ、あと特殊武器のサブタンクもここにあるので、忘れないようにって感じですね。この上に。なんか通常プレイやってるの。危ねえ。危ねえよ。で、あの鳥が、なんか、凍らせて、地形というか、ちょっとめんどくさい演出が入るので、まあ、倒すか、最悪倒すか、発動させる前に、スルーするか、画面外に飛ばすか。OK ですね。敵バッドボス、バッドボス、これは最初に空炎部を当てて、もうあとは竜炎陣やるだけ。終わり。SDC が効かないですよね。 SDC と SSDC がキバトドスは効かないんですけど、まあただだからといって苦労するわけでもなく、竜炎陣を、まあヒットストップをいかに発生させないように当てつつ倒すかみたいなところですね。これ弱い弱い弱いな。これ X だともっと弱いっすね確かにライジングファイヤーでもライジングファイヤー終わりなんで。アジーアジー、うわーうわーなんだおたけは言えてんので、表現のやつだ。カーベルの弱点武器ですね、これは。かわいそう。で、8ボス最後、ウェブスパイダス。よし、ここ、超お祈りポイントなんで、あのボス行ったら、皆さん、お祈りしてください。お願いします。ボスは本当にお祈りしてください。ステージはそんなに狙ったギミックがない。ステージなんですけど、ボスがちょっとお祈りが必要なんですよね。
ここは。そうですね、もう ある技を決めるためには条件が揃ってないといけないので、うん、その条件もランダムで決まってしまうので、あ、ミスった。お祈りですね、ボスになったら。でここら辺で X4 特有の空中でダメージを受けるともう一回その空中のアクションをできるという仕様があるので、それを使用しつつ2段ジャンプが3段ジャンプになったりとかして高いところを登っていくという。前半 OK ですね。後半、後半のステージもまあそこまでは難しくない、ぐだっちゃうかなぐらいで、まあ、死ぬことはまずないんですけど、後半ライフアップあるんで忘れないようにっていう。そうですね、そんな感じですか、ね、あ、やべ、こっち、ここ壊すと、この発熱は、うん、タイムロスするんで、ワンズ食らいますね。で、空中で食らってるので、その空中のアクションが1回できますよっていうので、今、エアダッシュで抜けましたね。で、この下の方に、パーツがある、ライフアップがあります。で、ここを燃やした方が近い。で、下行って、回復して、で、ボスですね。お祈りお願いします。あ、ちょっと集中しますか、はい、集中しますか。で、スパイラスなんですが、画面内にいると、無敵時間が発生しないらしいので、その時に攻撃を叩き込むことができるか否かみたいな。あ、見せました。うん、やっぱ難しいっすよ、位置高いな。あー、まあできた、まあちょっとできた、ちょっとできた、ね、あんな感じでその画面外でめちゃくちゃダメージを与えるっていう方法があるんですけど、OK ですね。画面外もっとうまくいくとゴリ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 って削れるんですけど、まあ、今回ちょっとちょびっと削るぐらいだったんで、あんまりでしたけど、まあなんとかできたかな。ほんと1ですからね、ほんとに。そうですね、1ですね。壁に近い位置とか。完璧に決まると殺しきるところまでいきます。完璧に決まるとですけど。100回やって1回できるかどうか、レベルですね。難しさは。だからかなり難しいあれなんですよね、本当に。難しいですね。運も、仕方としては運もないとダメなんで。で、8ボス倒したのでカーネルと決着をつけます。決着をつけるぞ。いきなり笑わせないでくださいよ、ちょっと。めっちゃ面白いよ。ダメだ、ちょっとストップ。あ、ミスったよ。なんだよ、いきなり。ちょっと真面目に解説してんだなと思って。ここまで一つぶっ飛ばしておくかみたいな。超笑っちゃう。よしよし、カーネルだ。あー、ずるい。ずるいわ今の。これさ、鼻くそです。なんでしょ、氷の武器を当てるだけで倒せます。技か、氷の技を当ててるだけで。うわーうわー、エネミーブレイカー、エネミーブレイカー、エネミーブレイカー、わーわー、終わり。終わった。はい。終わり。本当に二段ジャンプして、もうやるだけです。氷の技使ってって、マジでそれだけですかね、こいつは。一応もうちょっと早い倒し方があるんですけど、今回はまあ、やらなかった。うん。で、カーネルを倒すと、アイリス。ここは敵本体に当たると、被弾モーションが短いので。あー、ミスった。あ
今みたいに攻撃に当たるとちょっと長くなるよっていう。あ、回復出ないか。回復出ないですね。ちょっと死ぬかもしれないです。ワンチャン、ワンチャンですけど。乱数次第ですかね、これは。そうっすね。アイリス。あ、アイリス。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 じゃあもう暇なんですよね。ここ暇なんですよね。もう長いんですよ、この演出。攻略としては空炎部を当て続けるだけですよね、これ。そうですね、終わりです。それで終わりです。リング攻撃してきたら、まあ、死なない程度に、強烈弾、まあ、下のさっきのカーネルの時みたいに氷技を、水晶に向かって、水晶っていうか、あ、ミスった、これやべ。風に向かって攻撃するだけなんですけど。ああ、こんな感じで。ああ、これやばいっすね。確かにちょっときつかなぁ。嫌いな位置が。ちょ、頑張ろうか。通常プレイします。わっ、死んだ。死んだ。やってしまった。ごめんなさい。ごめんなさい。まあ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 。水晶の位置が、自分の立ち位置によって結構位置が変わっちゃうんで。その位置が変なとこにあると、ああいう風に嫌いがなんか前の方に来ちゃって、ダメージを食らっちゃうっていうパターンがあるんですよね。あれを引いちゃってましたね。ごめんなさい、ゼロ。行きます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 。まあ、理想はこんな感じですね。壁側に。そうですね。そうですね。これが理想。これが理想。ゲームするだけっていう。キッツって。オッケー。いやー、グラっちゃいましたね。まあまあまあ、しょうがない。まあでも。こともある。本当はね、この部分をね、ぜひね、流したいんですよね。一応 RTA なんで、アニバーサリーコレクションぜひ買ってください。皆さん、皆さんぜひ買ってくださいね。英語版でも遊べるし、日本語版でも遊べるので。おお、ボール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 がボールがマジで、ここは下のルートですね。ライドアーマーに乗って、使いづらいライドアーマーですけど、ちょっと安定取ります。OK です。OK。 はい、この RTA 史上最悪の乱数持ちジェネラルです。腕を飛ばしてくるかどうか。う、腕を飛ばさなかったら僕の負けです。往復しだしたらもうボケ老人っていう。そうですね、もう、もう本当に終わりです。こいつが最も乱数を、数々の X4 奏者を、あーっと闇に沈めてきました。これはクソランスです。あー、数々の RTA 奏者苦しめてきたボスですね。はい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 、2回連続はちょっとさすがにボケ始めてるなちょ、頼む頼む頼む、早く腕飛ばして飛ばせ飛ばせ飛ばせ、 OK。 あー、ようやく3回目、3回目でようやく、まあかなりで、ここで SDC、 あ、間違えた、あ、あ、間違えた、ストップ落ち着けちょ、ごめん、ごめんなさい、落ち着けますめっちゃ頑張ってるやん。本来ならゆっくりルの SDC を使うとめちゃくちゃこう、そうですね、減らせるっていうあれでしたけど、誤爆しちゃいましたね。あれが疾風が誤爆しちゃいましたね。誤爆する要素ないんですけどね。もうボタンがもうあれだぞ。やばい、やっちゃったもん。ボケ老人とガバってやってしまいましたね。本当はもっとね、スラッともうボリボリボリって減らせるんですけど、うん、まあ、ね、本当に本当にズカ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 みたいな感じでめっちゃ減らせますよ。まあしょうがないです。でも早いっすね、もう最後のステージですね、これは。オスラッシュからの隊長、隊長、オスラッシュはドラグーンからですね。右上のドラグーンから。右上のドラグーンからです。
こいつは絶対覚醒でダメージ受けちゃうんで、こいつから攻略して、左にあるライフアップを取るっていうチャートですね。で、そのまま左から順番に攻略をしていく。ね、あ、一番いいっすね。お、いいねー。いいねー。あー。OK。おー、OK。で次がスパイダスですね。スパイダス。お祈りお願いします。スパイダス。お祈りお願いします。さあ。さあ頼むぞ。頼むぞ。グッド RNG を。グッド RNG を。これ、あー位置微妙なんですこれは普通にやります。もう一回やる。これいけるかも。あー、これは、うん、オッケー減ったおー、すごい減った、ね、めっちゃ減りましたね。オッケーです。 ENG RNG めっちゃ食ったよし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 、決まりました。いやーよかったしかも結構いい決まり方でしたね。今ゴルゴルレインって言われたんでよかったよかった。かなりいきましたね本当に。ちなみにこの技は1ヶ月練習してようやく習得した技なんでSPC より難しいっすこれこれ本当に俺もやったんですけどね、全然できないです。これはむずいっす本当に。で、クジャッカーは最初と変わらないですね。竜エンジンを入れるだけです。なんなら最初よりもう竜エンジンしかないですね今回に関しては。さっきセイバー入れてたんですけど、空炎武っていう技になるとセイバーの火力が下がってしまうんで、やらない方がいい。もうやらない方が早い。てか同じかな、同じぐらいっていう。どんどんうん。オッケー。なんとか。ごめんなさい、安定取って一回だけ回復取ります。イベントなんでね。イベントなんでね。イベントなんで。で、スティングレンですね。あ、スティングレンはあれか。変わらないですね。変わらないです。空炎武はもうある状態でさっきも戦ってたので。おいっそ、まあちょっと切れそうこれでちょっと降りてきてほしいな。あ、降りてきた。オッケー、ここで SBC でもさよなら。 OK です。なぜか汚れる水って、なんか汚いっすよね。なんなんでしょうね。なんなんですかね。よくバブって言われたりしますよね。バブですよね。汚れ汚れで、マッシュラーム、こいつは弱点武器がもあるのでちょっと最初よりは空炎武を入れつつもちょっと遅いですね。ミスりましたね。空炎武入れつつも弱点武器の雲の特殊技をタイミングよく入れていくという。で、クマの特殊技はセイバー1段目を振ってから発動するとほぼほぼタイムロス溜める時間なく発動できるという。こっちの方が若干早いですね。
ダメージなかったんで OK ですね、これこれで。そうっすね、全然 OK です。で、ビーストレイを。ここでどれだけ減らないかですね、ボスラッシュの肝は。本当に。こいつ、ノーダメはなかなかきついですからね。まあ、ノーダメはほぼほぼ起きないっすね。まあ、しょうがない。あ、でも、今はでも、いい、いい、あじゃないですか。まあまあ、全然、うん、全然いい方です。一回被弾だったんで。で、次はキバトロス。キバトロスも変わんないですね。そうそう。キバトロスも変わらない。フクロウも変わんない。もう、こっから先は、本当に同じことするだけですね。で、キバトロスは、絶対にダメージ食らうっていうチャートを選んでるので、まあ、ここはもう被弾確定ですね。なので、ビストレオで食らっちゃうと、ミスった。あー、ちょっとミスったな。ビストレオで食らいすぎるとこのチャートだとちょっとそうっすね、ちょっと怖い。あ、やべ、漏れた。 OK っすね。空炎部が出ないで地上でセイバーやって焦りましたやべっつって、ペチッペチッつってで、最後、フクロウですね。フクロウを倒したら、もう、隊長。隊長ですね。隊長隊長。で、こっちも3段目を入れつつ、楽砲波、叩き込む。はい。下か。これ、下か上かはランダムなんですよね。ウィッサ。右か左かは、わかるけども、上か下かまではさすがに判別がつかない。うん、ファイ。だから当たらないのか今の当たらないのかOK。 さあ、隊長ですね。隊長、隊長、ガルバの部隊を全滅させた赤い人間はどうだ。見ないから見ないからアフレコするしかない。2秒だけ。コマンダー。コマンダー。コマンダー。隊長、コマンダー。コマンダー。思い出話で体力回復ですから。思い出話すると懐かしいなって体力回復しますからね、これ。コマンダー。Tremble with terror. You are finished.で、弱点ブルーエンジン2回は必ず真上に出るので、3回に出るときは0の1と反対側で1回入れてキャンセルして、もう1回ああ4回当てられるんで、理想は2ターンですね、撃破できる2ターンですね。2ターンが理想なんですけど結構難しいんですよね、これ。あ、これあと1回でもいきます。オッケーですね。第一形態終了ですね。これセーバー出しキャッセルでコメント飛ばします。で、第二形態は落砲波弱点なんで、落砲波当てつつ SDC で削りつつも、ここもオッケーですね。一方で減らして、ちょっと遅いですね、これかなり遅い。うん、本当はブーメラン飛ばす前に倒せるんですけど、ちょっと遅かったですね。3段目ちょっと入ったのが、そうですね、3段目ちょっとあれですかね、ちょっと、あ、これ届かないかも、リュウエンジン。で、3戦目、この銃持ったやつと左下に出るめっちゃ顔でかいやつ、入らなちょっとサブタンク使います、これ。 OK です。左下は SSDC を入れるとダメージが入る。SDC よりダメージが入るんですけど。もう半分ぐらい、半分以上削りましたね。体力的には死ぬことはないですね、この、そうそう、もうこれなら死なないです。サブタンクもあと半分ぐらいあるんで、全然大丈夫ですね。あ、いい段数ですけど、さっき、ね、竜エンジンミスったんで、一旦で殺すの無理ですね。あ、ミスった。竜エンジンが、
入ってればこのワンターンで倒せます。ワンターンで死ぬ、殺せたんですけど、まあ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 しょうがないです。で左下ですね、何かな、あー風か、あれ出ない、あー2ターン倒せなかった、ごめん、あミスったな。さて乱数は、まあここまでいっちゃえば倒せるんだ。あで左下も OK です、 OK ですね。はあ終わりました。最後、ジェネラルと出会って行動不能になったらタイムアソップです。この後右側に移動します。ゲートくぐって、はい、タイムアソップです。ジンビイラドスグッグッ、さらば徘徊ロールに、さらば、さらば、さらば、いやちょっとジェネラルミスった本当に悔しいですね。いや本当にお見せしたかったんですけどね、ゴリゴリ削れるとこいや申し訳ない皆さん、見せたかった本番の悪魔が操作ミスしてしまいましたね。はぁ、あ、皆さんエンディングで見て落ち着きましょう。エンディングですかね、うん、あ、ワリーだ、ワリーだ、ワリーだ、うわぁ This is what happened to me. This is my fate. I couldn't save anyone. After all!アイリス、プリストップラブーベロー、終わり、やべえわいやでも、あ終わりましたよ。でもいや疲れました。いや皆さん本当にお疲れ様です。ありがとうございました。もうね、100周以上はしてるんで、このゲーム。さすがに覚えちゃいましたね。さすがに覚えちゃいましたね。はい。ということで。いやー、本当にお疲れ様でした。どうも。はい。完走した感想としては、まあ、ちょっと一回ドラグーンでね、落ちてしまったのと、まあ、やっぱジェネラル、すごい見どころなんですけど、見どころ失敗しちゃったかなって感じですかね。ちょっと失敗しちゃったのが、悲しいところって感じで。まあでもスパイダースのね、あのスパイダークイックキルって言われてるんですけど、あれはあの成功、半分成功できてるんで、まあ良かったかなと思います。あ、まあチャートミスりましたけど、まあ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 、チャートあれミスっても大丈夫なんで、あそこぐらいだったら。固定じゃないの？そうですね。固定じゃない、全然固定じゃないところを選んじゃう、固定のところを選んじゃうとやばいんですけど、あの程度だったら別に大丈夫なんで。だよ、なんとか終わってようです。のんのもさんも今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。ちょっと拙い解説でしたけどすいません。いえ本当にありがとうございました。はい、で宣伝なんかあるかな。この後のんのさんが X8 このすぐ次に走るんで、まあのんのさん、はい、後でまた次もご視聴ください。よろしくお願いします。僕の宣伝あるかな。まあ一応僕の宣伝は普段ロッコン X の配信してます。最近はロッコン X2 のエニーパーセントをちょっと練習してるので、4はちょっと最近あんまやってないんですけど、なんなら一昨日とか全然やってなかったんですけどあのぜひね、あの2の記録狙いやってるんで、あの見に来ていただけると幸いでございます。はい、という感じで、なんかありますかね、のんのんさんから。特には、まあ、次あるか、特にはないです。そうですね、次、はい、またお願いしますという感じで、はい、大丈夫ですね。はい、ということで、今回、ご視聴いただきありがとうございました。これで、ロックMX4 終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。